福島県立合津学大鳥中学校、高等学校は、福島県合津若松市一基町大畑やあたあざ、八万にある県立中学校、高等学校。福島県で最初の併設型中高一貫校である、福島県立若松女子高等学校を前身とする、旧通称は、若女。2007年に、福島県立合図学大取中学校を併設し、 平設型中高一貫校となった。夢と学ぶ意欲を育み、知、徳、体の調和の取れた視野の広い心身ともに、健全な人間を育成する、全人教育を行う。法王が悠々と大きく羽ばたく様子を、直線と緩やかな曲線の使い分けで構成したデザインになっている。題名は、福島県立合図学王取高等学校校科、空よ。作詞は、林真理子。 作曲は、西草重明による。その他に2018年4月に小学生43,605が、生徒の提案により、学保という名前になった。高等学校は総合学科の特色として、2年次からは、多様な進度に対応した、多数の科目から、履修科目を選択することができる。また、国数 A などの主要教科は、中学からの内部進学の生徒と、 高校受験を経て入学した生徒とでクラスが分けられ、偏差値も大きく異なる。以下では、芸術系、情報系などの進度に対応した科目を紹介している。特記しない場合は3年次選択可能な科目である。美術系、音楽系、書道系、情報系、家庭、福祉系、体育系、印のある科目は、学校設定科目、印のある科目は主に、留学生などが履修する場合が多い。 極端に履修生徒が少ない場合は、職員会議によって、科目講座の解説が審議される。年度によって解説されない講座もある。中学校運動部分科部高等学校印のある部は中学校との連携がある。運動部分科部特に陸上競技部、なぎなた部、弓道部、合唱部は全国大会への出場経験がある。文化部では、福島県にも少なく、 ア津地方に他にない弦楽合奏の企画部や、この学校の特色といえる SSH 探究部がある。SSH 探究部では、実験、研究成果の発表など、様々な活動をしている。福島県立若松女子高等学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。